まゆこさんはアメリカに行かれて、まあ、変わったところもあるようですね、秋野さん。でもこの年頃ならね、そう、やっぱりその日本との行動パターン変わりますよね、はい、留学ってそういうことだし、はい、若い女の子だし恋愛もするし、まゆこさんにとっては行動ってそんな特殊じゃないと思う。そうなんですよね、開放的にもいろんな国の人たちがいるわけですから、そのコミュニケーションもね、そうそう、日本人っていう相当プライド持っていかないと向こうでも注目されないですからね、なんかやっぱ服装派手にして見てもらって、なるほど、目立とうっていうことですね、そういうのはしょうがない、自己アピールの一つの一環かもしれないですけど、どう取るかじゃないですかね、変化というふうには見えないですよね。まゆこさんの精子の判別もつかないまま2つの事件の被害者である可能性が浮上しました。テレビの力は超能力捜査に踏み切りました。 CIA 投資捜査官クリス・ロビンソン、緊急渡米で完全解明に挑む。まゆこさん失踪事件の投資捜査に当たるのはサイキックドリーマー、クリス・ロビンソン。クリスは夢の中に現れるパズルのようなキーワードを読み解き、事件の全容を解き明かしていく。イギリスの諜報機関 MI5 で活躍するクリスだが、実はアメリカでも投資捜査を行っている。それはアメリカ中央情報局 CIA。 詳細は公表できないが、クリスは投資能力を国家安全機密に関する情報収集に役立てようとする試み、リモートビューイング計画のメンバーでもあるのだ。クリスを CIA に送り込んだのはアリゾナ大学心理学教授で精神医学会の権威、ゲイリー・E・シュワルツ博士。シュワルツ博士は自らの著書においてもクリスの投資能力の高さを検証し絶賛している。その通りです。私がクリスを CIA に送り込みました。しかし彼の CIA での活動は機密事項です。クリスの投資能力の優れた点は、詳細でかつ大量に情報を投資できる点につきます。あのノートを見たでしょう。すごく緻密で正確なものですよ。クリスの投資能力は私が検証した全ての超能力者の能力をはるかに超えていました。彼ら全員の能力を足してもクリス一人にかなわないのです。3月21日、一機の飛行機がオクラホマに降り立った。姿を現したのはサイキックドリーマー、クリス・ロビンソンだ。ホテルへ向かう途中、イギリスでの事前投資結果を聞くと、イギリスでの投資期間は3日間でしたが、20ほどのパズルのピースとなるキーワードが見えました。でも全く断片の状態なので、今回だけはもう少し整理してから明日お見せしたいと思います。今夜から現地での投資を始め、イギリスでの投資結果とともに明日教えるという。ならば待つしかない。翌朝、クリスの目覚めを待ってスタッフはホテルへと向かった。いよいよ投資結果が聞ける。 Good morning. Please come in.実はこの事件の投資を依頼される以前、すでにイギリスでは2つの夢を見ました。一つは女性が私を崩壊したビルに連れて行くという夢です。20代前半の若い女性でした。そしてもう一つはキーワードの夢、2つのタンク、一つは大きく、もう一つは小さいんです。ホテルの窓から見えるような2つのタンクが遠方に見えたという。なぜあのようなタンクを女性が見せたのか、後で詳しく調査しなくてはなりません。クリスは2つのタンクがマユコさんの居場所の重要な手がかりだと続けた。だがクリスの夢に現れた女性がマユコさんだったのだろうか。詳しい特徴を尋ねた。私の夢に現れた女性は、彼女は学生をしていたと教えてくれました。
それから彼女は私をアパートに連れて行ってくれました。そこは道路に面した角に立っていて、2つの建物の間にフェンスか門があります。彼女の部屋はその2階にあると教えてくれたんです。そして彼女の部屋がある場所も教えてくれましたよ。これが夢に現れた女性が住んでいたアパートの見取り図だという。確かに麻衣子さんのアパートも道路に面した角地に立っていた。しかもクリスの見取り図とは部屋の位置まで同じ。やはり夢に現れたのは麻衣子さんだったようだ。しかし何か絵に関するもの、小さな絵の具のポットを見せてくれました。麻衣子さんは語学留学生で美術とは関係ない。絵の具のポットとはどういうことなのだろうか。クリスは慎重にノートを確かめた後で表情を曇らせた。とても悲しい気持ちです。麻衣子さんは行方不明になったその日に亡くなっています。麻衣子さんは亡くなっている。クリスはそう断言した。車の中で殺されました。彼女は自分の骨がまだ見つかっていないと言っています。そして彼女が言ったのはプレートというキーワードです。このプレートという言葉は一番重要なキーワードだと思います。他のキーワードはサッカー場、ジェネラル、遺体のそばにあるというプレート。レイピアというような音で聞こえた言葉も重要です。ひょっとしたら別の似た意味かもしれません。これは空から見下ろした形で見えたんですが、彼女が連れ去られ遺棄された場所の地図も見えました。道路を渡る子どもたちが見えたので学校が近くにあります。そして近くにサッカー場があれば間違いなくこの辺りです。さらにこのビルの絵も重要です。この事件の全ての始まり、出発点となったビルです。このビルが全ての出発点とはどういう意味なのか。そして投資によって浮かび上がったさまざまなキーワードと場所は実際に存在するのだろうか。たくさんのキーワードが出てきて、さらに彼女のアパートも見えましたので、そこを確かめると同時にキーワードに符合する手がかりを探しに行きたいと思います。スタッフがクリスと共にまず向かったのは麻衣子さんが住んでいたアパート。ちょっと見てみましょう。もちろんクリスが訪れるのは初めて。夢で見たアパートなのか。四角い形が似てますね。とここでスタッフが何かを発見。それはクリスが投資した2つの建物の間にある門。だがクリスはじっとその門を見つめながら無言のまま。投資とは違ったのか。さらにその直後、奇妙なことが。それは麻衣子さんの部屋を投資している時だった。彼女は2階の何だろう、22という数字が見える。間違いなく22です。麻衣子さんの部屋は6620号室なのだが、
22なんです。あくまでも22という数字にこだわるクリス。もしかすると22は部屋の番号ではない何かの手がかりなのか。我々は次に学校を目指した。クリスさん、大学まではすごく近いみたいですよ。 It's actually quite close to the university from her place. Uh-huh. 歩いて通ったんでしょう。あれが学校ですね。あ、そこ。あ、そこが大学ですか。あ、もう大学だ。と突然クリスはノートのイラストを指さす。あ、形が。形がそうなんだ。ちょっと、うん、あの形。あ、これだ。これを見てたってことか。So、you actually seen this? 入ってください。入ってください。夢で彼女が見せてくれた建物に似ていますね。確かに似てるわ。夢の中でここまではっきり描くのは難しいんですけど、よく似てますよね。ね、似てるね。時計がある。あ、でもこれ時計のあれか。ここは時計の丸。なんとイラストには時計まで描かれていた。I don't know what it is, but it's...彼女はこの景色を見せてくれたと。So she was actually showing the scenery of the... I think so. そう思います。はっきり見せてくれました。確かにその建物はクリスが投資で描いたイラストとそっくりだった。だが驚きはこれにとどまらない。クリスにはさらにその先が見えていたのだった。ここは図書館ですね。なんとクリスはその建物が図書館だと投資していた。しかもこの図書館こそマユコさんの最後の足取りが確認されている場所だったのだ。クリスが投資の結果事件の全ての出発点と言っていたのはこの図書館のことだったのか。謎に包まれたマユコさん失踪事件、クリスの投資によって徐々にそのベールが剥がされようとしていたのだが、翌日思わぬ事態が待ち受けていた。 Good morning. Good morning. Come in. This girl said... マユコさんはあなた方が嘘を言っていると、私に教えてくれた情報は嘘だと言ってるんです。彼女が間違った情報を教えてくれてるというふうに言ってるんですけれども。間違った情報。Yesterday she said we... What about that? Wrong information? Well, yesterday... 昨夜の夢でマユコさんが教えてくれたんです。私が間違った場所に連れて行かれたと。そして図書館が最後の場所というのも間違っていると。一体どういうことなのか。マユコさんは最後に立ち寄った場所は図書館ではないと言っているという。彼女はアパートから違う場所に行こうとしていると言いました。他の場所に行かなければならない。建物の間のフェンスもあれではないと。昨夜彼女は最後に行ったのは雑貨店だと教えてくれました。マユコさんが最後に立ち寄った場所は図書館ではなく雑貨店、しかも一人ではなかったという。マユコさんが言ったのは、私が最後に立ち寄ったのは雑貨店、友達と一緒に行ったのということです。さらにクリスは雑貨店に関する重要なヒントを口にする。そしてアイスクリームを買いました。アイスクリーム、コーンのアイスクリームを買ったと。こんなやつです。コーンがついているアイス。彼女がそう言ったから私は混乱したわけです。スタッフと彼女が言うことが違うんですから。まだ混乱していますが、どちらが正しいのか確かめなければ。雑貨店なのか図書館なのか、大事なのはそこにある真実を確かめることだと思います。そしてこの直後、スタッフはクリスの言葉に凍りついた。 And
そこでマユコさんは車に乗せられ連れ出されました。マユコさんは雑貨店を出たところで車に連れ去られたというのだ。ではマユコさんが連れ去られた雑貨店はどこなのか。クリスとスタッフは手がかりを求め大学からアパートに向かって車を走らせる。とその時、じっと無言のまま車窓の風景を見つめていたクリスの目が何かを捉えた。ここに入ってください。こちらに入って、うん、ここに入った方がいいです。クリスが指示した場所はなんとマユコさんのアパートの隣の雑貨店だった、はい、ここでいいですよ。彼女のアパートがあそこで、木のフェンスがある。確かにアパートと雑貨店を隔てる仕切り、2つの建物の間にフェンスがあった。ここがマユコさんが連れ去られた雑貨店なのか。車を降りたクリスは雑貨店の建物へと近づいていく。そしてマユコさんの残留思念を確かめるように現場で集中する。そしてここです。マユコさんはこの店から出てきて、この雑貨店です。店沿いに歩いてきて角を曲がり、ちょうどここまで来た時、向こうから来た車に拉致されたんです。誘拐です。マユコさんはこの雑貨店の駐車場で誘拐された。クリスはそう断言した。さらにクリスはもう一度学校に戻って確かめたいことがあるという。そしてその車中でまたも、ジェネラル、ちょっと止まってもらえますか。ジェネラルってどこ？ダラスジェネラル。ああ、あの看板ね、黄色いやつね。ジェネラル。なんとそこにはジェネラルと書かれた看板があった。ジェネラルというキーワードがあって、夢に出てきた言葉ですが、しかしその意味は今もわからないという。彼女はただ単にこの、私はこの大学に通ってたんだよっていうことを分からせるためのキーワードとしてジェネラルっていう言葉を使ったのかもしれませんね。あの大学のイラストもそうだし、そうかもしれません。でも学校に関するものはすでに見せてもらいましたし、他に重要な意味が隠されているかもしれませんね。クリスはジェネラルの意味を確かめるため車を降りて投資に入る。手で顔を覆い、まるで何かの方向を確かめるように意識を集中するクリス。実は彼はマユコさんと交信し、その居場所を探っていたのだ。顔を見せてください。どちらの方向にいるか教えてください。そしていろんな方向を向いてマユコさんと交信してみましたが、あちらの方向を見た時だけ彼女の顔が見えたんです。向こうに何があるか知りたいですね。クリスがマユコさんを感じたのは北西の方角。
果たしてそこに彼女の手がかりがあるのか。ジェネラルの看板があるのも学校の北西、やはりマイコさんからのメッセージだったのか。そしてクリスはこの日の夜最終投資に入るという。夢でマイコさんとコンタクトするクリス。彼は眠りをコントロールしながら浅い睡眠状態で投資を行う。そして夢の中で見聞きしたことを書き留めていくのだ。この夜ついに舞子さん失踪事件の全容が書き記された。投資3日目、クリスはこれまでのキーワードと実際の風景との符号点を確認しながら事件の全貌を告げた。昨日の夢をもとに最初からの夢もチェックして、彼女に何が起こったのかタイムラインで説明します。タイムラインは学校の図書館から始まります。彼女がそこから誰か女性の車に乗って出る様子が見えました。その人物は最終的には彼女を家の方角に送っていきました。次のタイムラインは雑貨店です。舞子さんは雑貨店に行った時、問題の女性と一緒でした。犯人たちはガソリンスタンドで何かしていた。おそらく給油とか洗車をしていたのだと思います。私の投資では犯人たちはこの町ではなく他の地域からやってきた南米系の人間です。3人から4人です。犯人たちが乗っていたのは盗難車で、車の色はおそらくですがオレンジ系の色だと思います。そして彼女が友人と別れ一人で店を出るとき、犯人たちもガソリンスタンドから出ました。辺りはもうすでに暗くなって日没後です。彼女は店を右に曲がってアパートの方に歩いていきました。その時犯人たちは彼女に追いつき車に拉致したんです。犯人たちは彼女を拉致して町の郊外へ向かいました。どこか湖のような場所です。車で移動中、犯人らは彼女を襲って暴行していました。どのくらい時間が経ったかは分かりませんが、彼女は襲われた後すでに亡くなっている様子が見えました。犯人たちが暴行をやめた時には彼女はすでに亡くなっていました。車に入っていた青いカーペットで彼女は包まれていて、どこか湖のような場所にそのカーペットで包んだまま運び、絶対見つからないようにその周辺の場所に埋めました。舞子さんはアパートの隣にある雑貨店を出た直後、犯人に拉致暴行され殺されてしまったという。では彼女は今どこにいるのか。全ての夢を総合して判断すると、舞子さんは湖の縁にいるということになります。クリスは以前こんなことを言っていた。レイピアというような音で聞こえた言葉も重要です。ひょっとしたら別の似た意味かもしれません。レイピアと聞こえた音はレイクだったのだ。彼女の遺体は水の中にあるのではなく地面に埋められています。湖に非常に近い場所にかなり深く埋められています。だから5年間近く経っても誰にも発見されないんです。では湖と拉致現場の距離はどれくらいなのか。湖と拉致現場の距離は車で10分から15分くらいでしょう。そして湖を特定するキーワードは
マユコさんがいる湖というのは飛行機の航路の下にあります。飛行機が湖の上を飛んでいる。水上スキーをやる場所です。水上スキーができる場所、湖から見える場所に必ずタンクがあります。そしてタンクがある。キーワードの中にプレートっていうのがあったじゃないですか。その意味は分かったんですか？プレートというキーワードも見えたんですが、意味はまだ分からないんです。湖に行けば答えが分かるでしょう。果たして地図上にクリスの投資と一致する湖はあるのか。湖があるのはあ、こっちですね。結構あるな。確かめてみましょう。クリスがマイコさんを感じ取った北西の方角で、雑貨店から車で10分から15分圏内にある湖は全部で13個、かなりの数だ。とその時、ちょっと待って、ここ見て。クリスの投信によって導き出された湖、方角距離が一致するのは13個と多い。とその時、ちょっと待って、ここ見て、これ学校あるよ。 There is a school here. これありますよ。 A school? 学校がある。近くに学校のある湖が。道路を渡る子供たちが見えたので、学校が近くにあります。そして近くにサッカー場があれば間違いなくこの辺りです。フットボールフィールド、サッカー場もある。これです、これサッカー場だって。これを単なる偶然と言えるだろうか。クリスは念には念を入れ、全ての湖をダウジングで確認する。するとやはり一番強く反応したのは小学校とサッカー場がある湖だった。すぐさまその湖へと向かう。線路を越えたからもうそろそろですよね。果たして行く先にあるのはクリスが投資した風景なのだろうか。これがダムですね。マイコさんはそこにいるのだろうか。到着までの時間はまさに雑貨店から15分だった。そこにあったのはかなり大きな湖。マイコさんの居場所を特定できるのだろうか。クリスはこれまで以上に精神を集中させ、マイコさんの残留思念を探る。ここに間違いありません。確信に満ちた声が響いた。雑貨店からマユコさんを拉致して、犯人たちはこの場所まで彼女を連れてきました。そしてマユコさんはこの場所で息を引き取りました。その遺体ですが、それは対岸のこの方角にあります。クリスが示したのは湖のこの方向。早速湖の対岸へと向かう。すると車で走り始めた直後、ウォータースキー用のスピードボードです。本当？なんと水上スキー用のボートを発見。さらに、この辺で止めてください、ちょっと降りてみたいんです。はい、じゃあ、夢で見たんですあれを。それは何かのオブジェのようだ。湖の縁の斜面に
枕木を重ねたような大きなオブジェを見た。3本から4本重ねた枕木。確かにそれは積み重ねられた4本の枕木でできたオブジェ。しかもクリスのキーワード通り湖の縁に建てられていたのだ。さらにちょっとタンク2つ見えるよ。タンク2つ見えるよ。タンク。そこからはキーワードにあった2つのタンクも見えた。そしてあ、見えますか、あそこ飛行機が着陸するところが。飛行機も湖の上を飛んでいた。まさにクリスの投資と全てが一致。たくさん飛んでますね。この湖は飛行機の航路の下にあったのだった。水上スキー用のボート、2つのタンク、そして飛行機、驚くべきキーワードの符号。スタッフがその場所に確信を持った時、クリスにまたもや異変が。ちょうどここがクリスさんがさっき言ってた怪しいって言った場所ですね。 This is the point you said in the script. ここはじゃあ降りてみますか。 Do you want to get out here? No, I don't. いいえ、その必要はないでしょう。一番感じるって言った場所を降りなくていいんですか。 The power of dreams. ビッグパフォーマンス、ホンダフィット。クリスが示した湖の対岸に到着した時、またもや異変が。ちょうどここがクリスさんがさっき言ってた怪しいって言った場所ですね。 This is the point you said in the script. ここはじゃあ降りてみますか。 Do you want to get out here? No, I don't. いいえ、その必要はないでしょう。なんと降りなくてもいいというのだ。一番感じるって言った場所を降りなくていいんですか。車内でも十分感じていますから、降りる必要はありません。そしてクリスはこの場所を拡大し、さらにいくつかに区分けした地図が欲しいと言った。この日の夜、ピンポイントでマイコさんの居場所を透視するという。これが用意した湖の地図。9カ所に区分けした地図を枕元に置いて、クリスは夢での透視に入った。夢の中に区分けされた中の一つの場所が見えるという。つまりそこがマイコさんの居場所なのだ。そして翌朝、最後のチャンスですから、マイコさん、あなたの正確な居場所を教えてください。そう伝えたら、彼女は古い携帯電話を見せてくれました。そして番号4のプッシュボタンがえぐれて取れていると言ったんです。この4という数字は大変重要です。それは一体何を意味するのか。スタッフが地図を手渡す。あ、1、2、3、4, 5, 6, 7, 8, 9. 彼女はこの地図に携帯の4を当てはめてみてと言ったんだ。携帯電話の4のボタンを地図に当てはめれば場所が分かるということをマイコさんは伝えたのだ。もしこの場所を探すなら、この携帯電話の形に注意してください。裏がカーブしています。カーブしてるっていう、伏せてる形ですね。 So we were putting it upside down. 伏せてますね。じゃあこの4番に当たるところを探せば彼女はいると、しかもこの形の建物の近くにいるということですね。そう言ってます。マユコさんが導いて4番のどこかを教えてくれるでしょう。マユコさんはこの場所にいる。
果たしてそこはどんな場所なのだろうか。スタッフは再び湖を訪れ4の場所の調査を開始。そこはクリスが舞子さんを最も強く感じた場所、なんと住宅街だった。見渡してみるとほとんどが1階建ての家ばかり、ところどころに空き地も目立つ。とその時、一軒の家がスタッフの目に入る。それは誰も住んでいない廃屋。なんとその形はクリスの描いたイラストと酷似しているではないか。カーブした屋根には筋模様も入っている。そしてここに驚くべき符号があった。間違いなく22です。部屋の番号に22という数字が含まれていたのだ。しかも家屋の横にはパラボラアンテナ、プレートというキーワードに符号するものかもしれない。果たしてここに最悪の結果が待ち受けているのだろうか。6日後、スタッフは一旦帰国。すぐにクリスから託されたビデオメッセージを舞子さんの母と妹に見せる。日本で待っていらっしゃるご両親に私の投資結果をお伝えします。でもどうか悲しまないでください。大変残念ですがお嬢さんは亡くなっています。一瞬にして訪れた心の空白。母は涙を流す感情もなくした。心よりご冥福をお祈りします。そして舞子さんがいるという湖の場所を教えようとした時だった。あのすみません、線路ってありましたっけ。ありますよ。どの辺です。確かね、この辺。うん、確かそうです。線路の向こうです。そうです、線路の向こうです。線路をまたいで湖の方に行きます。ああ、線路の向こう。はい、線路の向こうですね。あ、そうですか。ちょっと線路が気になってたんですけど。え、夢の中で線路かどうか分かんないんですけども、線路のような向こうから手を振ってたような。だから線路はずっと気になってたんですよ。だからぜひともね、このなんか湖の周りを捜索していただきたいですね。母は絞り出すような声で捜索を願い出た。お願いします、はい、ぜひとも連絡取って、はい。さらに撮影終了後、信じがたい話が母から語られた。マイクも絵描きますけどね。え、あ、そうなんですか。え、うまいですから。ストーリー漫画を描いてましたし。あ、じゃあ奈子さん絵描くんですか。絵描きますよ。やはりクリスには全てが見えていた。はい、オクラホマの永井さん、つながってるんですか。はい、クリスが、はい、永井です、はい。場所の確定ができたということで、はい、これから捜索ということなんですが。はい、できそうですか。はい、早速ですね、はい、早速我々スタッフがですね、本日から調査に入りました。現場はですね、およそ100世帯が住む居住区になっておりまして、特定された場所なんですけれども、近所の方の情報によれば約2年ほど前から倉庫として借りられているとのことです。借りているのがですね、白人の女性ということで、その現在借り主の確認を急いでおります。なるほど。そしてもう一件新しい情報が入ってまいりました、はい。それはこちら地元テレビ局 KOCO チャンネル5で放送後、まあ、今2週間以上経ってるところなんですけれども、はい、注目すべき情報が一件寄せられております、はいはい。
それがですね、真由子さんが、アパートを借りる以前にホームステイしていたエドモンド市での目撃情報なんです。その位置関係なんですけれども、こちらのご覧ください、このアパート、真由子さんが住んでらっしゃったアパートから車で約1時間半、北に向かったところ、このエドモンド市ですね、こちらの方の目撃情報ということで、かなり信憑性高いんではないかというふうなところで、今確認しています。ただ、その時期あるいはそれのその現場の状況なんですけれども、かなり不明な点が多いというふうなことで、現在オクラホマ警察の方でですね、その情報の詳細について調査を進めているというふうなところです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今後じゃあ現場の捜索が続く、ね、ということになるわけです。クリスの、ね、投資は符合してますが、やっぱり今回ばかりは外れててほしいですね。そうですね、生きててほしいですよね。高橋さん、はい、先ほどオクラホマに、真由子さんと同時期に留学していたという男性の情報をさらに聞き込みました。確かにその情報提供者の方はそのオクラホマの大学にいることが確認されました。彼の話によりますと、真由子さんは日本人以外中東韓国アメリカ系の方と非常に頻繁に付き合いが、親密だったので、それをちょっといさめる声もあったそうです。さらにですね、真由子さんの日本人の友人といえばさつき、それから宮城、綾の3人で、この方は綾さんと現在連絡が取れそうだということで今お話を聞いていただいてます。それから当時ですね、真由子さんの失踪に関しまして現地ではバス停でさらわれた、自分の部屋に入られたという2つの説がささやかれていたということ、それからですね、真由子さんの失踪後エドモント市内の別の大学生も失踪されるというような事件が頻発していたということのようですね。それから驚くべき情報です。真由子さんも殺したいという白人女性の存在を語る情報が入ってきました。その情報は、真由子さんと同じ時期にオクラホマに留学していた男性が親しくしていた女性なんですけれども、この女性が見せた写真の中に真由子という日本人女性が写っていたんです。で、この女性が真由子がムカつく、殺したいと漏らしていたのをこの男性思い出したんです。なるほど。で、今考えると舞子ではなく舞子じゃないかと。それは写真を見てこの写真に写っていた女性と舞子さんがそっくりだったということなんですよね。見た方がいるわけですね。で、この情報提供者は舞子さんが最後に送ったメールに C とありましたよね、この C は彼女じゃないかというんです。その白人女性じゃないかと。はい、なるほど。恨まれてる何かがあったと。黒人男性の恨まれてたということですね。はい、まあ、いろんな説が今出てきてしまっていて、その他もですね、同時期に留学していたという方の情報が続々寄せられておりますので、この中に相当有力な情報も含まれております。そうですね、はい、最後にたくさんの、ね、情報をいただいてますので、これを一つ一つクリアして、この事件は、なお追いかけていきたいというふうに思ってます。はい、それではですね、厚木の、翔太さんをちょっと呼んでみたいと思います。